今回来ているのは尼崎市役所前であります。その市役所前にある駐輪場のですね、屋根にあるところから、今はお伝えしているんですけれども、この尼崎市役所の近隣にはですね、ちょっと動かしますと、ここはですね、スモーキングエリアがあり、そして、車椅子用のですね、公衆電話があって、その市役所を出てくるとですね、大きなですね、広場が見えてきますが、立花公園に隣接しているんですね。今回は、ウォーキングではなくてですね、この尼崎市役所の近隣にある立花公園を今日は探索するというのが今回の動画ということになります。その立花公園の市役所側から出て入ってきますと、アウグスブルク市民、ここに友情を込めて尼崎市民に挨拶を送るというですね、碑が立たれています。1966年に立たれた碑が設置されています。その、向かいに見えるのが尼崎市議会の議事堂ということになります。こちらの碑は1995年1月17日、まあ、なんといってもですね、大阪に住んでいる私も忘れられない平成7年1月17日の5時46分、阪神・淡路大震災を契機に、2010年の1月17日、尼崎琴ノ浦ライオンズクラブによって設置された鎮魂の祈りが書かれています。市役所周辺、尼崎市役所周辺の市道付近にはですね、黒と白のですね、白が3つ、黒が2つの玉串のような木が立たれています。ちょっと見にくいかもしれませんが、木という作品の、モニュメントが置かれています。まあ、まさに立花公園の由来ともされる尼崎と立花、そして何は難波と書いて、これは、標高の尼崎では何はと呼ぶんですが、何はの梅が梅について、尼崎南ロータリークラブが2008年に紹介している文になります。この通りがですね、市役所周辺からですね、これが学校があるんですが、立花通りと呼ばれている市道になります。実はこの立花通りはですね、昭和62年8月10日の日本の道100選に選ばれている通りの一つということなんですね。そしてこちらが立花公園の、まあ、正面にあたります。まあ2人の子供さんがですね、抱いて寝ている様子でしょうかね、これがモニュメントとして置かれています。そしてこちらは尼崎市の大火災避難場所にも指定されています。奥に行くとですね、野球場が見えるんですね。また後ほどご紹介できればと思います。上にはライオンのですね、火が立たれていまして、その下に花時計が置かれています。1967年11月16日、尼崎ライオンズクラブが創立10周年を迎えのを記念して寄贈されたものということで、もうですね、52年になるんですけれども、今も元気に動いているようですね。長身が少し動いているのがわかります。その尼崎市役所の庁舎が見えていますが、この緑で囲まれた周辺は実はこれ噴水だったんですね。今は動いてはいないんですけれども、緑に囲まれた中で噴水がですね、まあ、静かに休んでいるという状態ですね。ではここからは立花公園の園内を回って、野球場の周りをですね、見ていくことにします。ちゃんとですね、休憩スペース、傘のようなですね、休憩場所があります。そして奥に行くとベンチ、そして4人掛けのテーブルがあります。そして左側に行くと、まあ、一塁側、野球場の一塁側になるんですが、滑り台、そしてブランコ、そして砂場に動物系の遊具がですね、置かれているということになります。周りには緑がいっぱい咲いていて、花も咲かせてあるんですね。そしてこちらが立花通り沿いの広場ということになります。
近くにはですね、コンビユー、木製のコンビユーが置かれていて、この周りにもですね、緑の木々がですね、いっぱい植えられているということになります。さあ、これがですね、野球場ということなんですね。本当に広々としていて、芝生も生えています。実はこの周りはストリームランニングコースにも指定されていて、ここはちょっと100メートル以前ということなんですが、ここからですね、こう向いてですね、ランニングコースを進めていくということになります。今一塁側がですね、ダブルベースが置かれていますので、これはもしかするとソフトボールの練習で準備しているかもしれませんね。そして周りには花もですね、夏の花が咲いています。そしてこっちに行くとですね、スタンドになるんですね。今ちょっと立ち入りはできないんですけれども、こうやって、野球場の周りを歩いているということになります。そして自販機もしっかり完備されていますね。お手洗いも完備されているんですが、こちらは立花パークトイレという名称がついていますね。電話はですね、公衆電話があったんですが、今はもうちょっと置かれていません。そこを出ると、お手洗いへと進んでいく、お手洗いへをすることができるということになります。そしてこちらがですね、東七島市町1丁目側の出入り口ということになります。席の方はですね、石造りなんですけれども、若干なんですがこんなスタンドですね。そしてこちらがですね、立花公園野球場のグラウンド、三塁側から見るグラウンドということになります。ちゃんとナイターも付けられているんですね。三塁側の方向の野球場を右に見ながら立花公園の園内を回っています。奥に行くと中学校が見えてきます。中央の右側、中央中学校の右側には立花公園の席、そしてですね、花が植えられています。尼崎市立中央中学校が左にあって、こちらが中学校側の入り口、出入り口ということになります。そしてレフト側のですね、外周を歩いているということになります。この立花公園の周りにはクスノキの木がですね、こうやって植えられているんですね。何箇所か植えられています。欅の木もあるんですね。そしてこちらから見る立花公園野球場の外野から見る全体であります。立花公園前の交差点には歩道橋があって、この歩道橋から学校へ向かう生徒さんの姿もあります。そしてこちらに行きますとスロープ、そしてですね、火が見えてきましたね。こんな火が見えてきます。この火は昭和59年に建てられたものということなんですね。説明文このように書かれています。さあ、こうしてですね、立花公園野球場の周りを一周してきて、元にスタート地点のですね、スタートより100メートルの地点にたどり着くということになります。この円形の建物なんですが、これはですね、見たところ周りに入り口がなくて、単なる円柱みたいなもので、そしてですね、建てられているようですね。何のために、これが設けられたかというのはちょっと私の方ではわからないんですけれども、こういうふうにですね、円柱みたいな大きな、木と言えばいいんでしょうかね、置かれているということになります。さあ、ということでですね、尼崎市役所の近隣にある大きな立花公園の周りを、探索してきました。今はね、4人掛けのテーブルに座りながら喋っているんですけれども、今ですね、西寄りですかね、風が吹いてきて、ちょうど、
太陽、薄い日差しに薪が隠れて遮られて、まあ、気持ち風が気持ちよく感じられます。まあ、意外とですね、この立花公園には大きな立派な野球場があって、そして、周辺にはですね、火もありながら、そして遊具もあり、そして、まあ、大きな広場もあるというですね、大きな公園らしい印象を持たせられます。まあ、こちらの方でもですね、催しがですね、行われることもあるんですけれども、まあ、そのない時にはですね、市民の皆さん、尼崎市民の皆さんの憩いの場にもなっているということにもなります。ということで、尼崎市役所の近隣にある立花公園を探索してきました。